と一人麻雀をやってます。まあ、前回少し喋ったんですが、英語で麻雀を説明するということの一環で、最近英語の初心者講座を見ていて、まあ、日本語で初心者講座麻雀の上げている、または麻雀じゃなくても何でもいいんですけど、野球でも将棋でもポーカーでも、まあ、YouTube なんで誰かしらが上げていると、いろんな人が上げていると、まあそれと一緒で、当然英語圏の人で麻雀を上げている人っていうのも、まあ、探せば、その再生回数0回も含めればたくさんいるんですけど、そういうのを見て勉強していますが、やっぱり言葉が言葉なんで、単純に英語力の問題で分かんないっていうのもあれば、麻雀自体が日本語じゃないんで、なかなかニュアンスが全然違うんですよね。例えば三元牌は、あの英語でドラゴンって言うんですけど、例えば英語で三元とか言えば、なんとなく直感で、あ、三元牌のことだったなぁとわかるんですが、全くこう読み方が違う、ドラパーワンなんで、ドラメンツは使うんで、こういう打ち方ですね。6チッパも見えますし、ちゃんとは数ワンかなと。その例えば直訳が効くもの、リーチ、メンピン、ドラ1、メンタンピン、ドラ1、残クか8000と。9-1ツモだとメンピンツモドラ1、1-3-2-6。ロー1だとメンタンピンツモドラ1、2-0-4-0。捨てハイもマンズばっかりなんで、6-9-1は出るかもしれないですね。ただドラそばなんで、みんな使うっていう意味で出ないかも。その直訳が効くもの、例えば、まあ直訳が効くもの、はい、麻雀パイ、麻雀タイルと発音するんですが、まあタイル、英語のタイルをいきなりはいって直訳する人はいないか。タイルはまた本来の意味ははいじゃないですからね。まあ、直訳が効くものと、あ、例えば風。風はウィンドで、直訳、日本語の風と英語のウィンド。まあなんとなく一貫性はありますけど、そのさっきの三元牌をドラゴンみたいな、多分調べればもっと、いろんなところで英語圏ならではの呼び方があると思うんで、それが難しいですね。英語の、例えば英語を聞き取れる人が英語圏の人、母国語が英語の人が聞いてもよく分かんないと思いますね。ドラゴンとか言われても、麻雀の話聞いてたら竜が出てきたみたいな。中国語と日本語と英語がこうぐちゃぐちゃになって、しかもこう麻雀の独特な呼び方ばっかりなんで、まあに難しいですね。麻雀できる日本人で中国語と英語がペラペラ、しかも実際その国に住んだことがあって言葉のニュアンスまで分かってるくらいの人だったら、ようやくこう説明できるかなと。
まあただそこはそのうち分かるんじゃないかなと。なので例えば風灰、直訳するとウィンドタイル、日本人感覚で直訳するとウィンドタイル、風灰。たまたま英語圏でも風灰の風はウィンドって呼ぶらしいんでいいんですが、日本語では風という発音なのに英語だとウィンドじゃない、全く意味わかんない単語とか結構あるんで、そこが難しい。まあこういうこのリャンピン切りはちょっとハイ効率派デジタル派からするとよくわかんないリャンピン切り。まあこれはパーワンちゃんとの差し子のイーペーコーに差し子引いてくるかドラのチーズを引いてくるかっていう発想なんですが、あ、まあ、まあ普通はパーソーなんですが、まあパーソーでいっか。その英語の講座を結構見てて、まあ自分でこう分かったものだけメモって、もともとタイヤオチューなんて日本人ですら分かんないんで、タイヤオチュー、本イーソーとか、まあ日本の読み方ですらないですからね。ヤオチューハイとか、ハイは日本語ですけど、なので結構手こずってるなと。例えば私が英語のヒアリング、スピーク、ネイティブレベルです。でも、麻雀だと難しいと思いますね、正直。結構外国で、サキ、麻雀アニメのサキ、または赤木、この2つのアニメの影響で、まあ、世界に日本の麻雀が知られたという節があって、私はさっきは全く見てない、全く知らないレベルなんですが、まあ感謝してるなんて言ったら変ですけど、まあ日本の麻雀を知らしめたのがさっきと、まあ赤木と。なので、なんか先は見ないんですけど、まあない、ナイスというか。赤木とか徹夜は自分で好きだから見てたんですが、麻雀の知識のために頑張って先に興味ないけど見るみたいなことはしたくないんで、自分で見たくて見るんだったらいいんですが、まあそのうち何かをきっかけに興味持ってみるかもしれませんが、結構先から入った人って多いと思うんですよね。ちょっといろんな動画サイトとかで先の映像流れてると、なんか持ち点が10万点とかよくわからないんですが、123が見えた。また日本の麻雀のルールではなさそうですね。点数、展望の10万点を見る限り、まあアニメならではの何かルールを作ってると思いますね。それは、まあ、イーシャンテに取っとくか。まあ実際だと絶対これリャンゾー切りですね。ただのリーノミには興味ありませんって感じです。まあ嘘。このくらい、
この手は 1,2,3 の3色にならない限りあんまり魅力的じゃないんで、まあ、半分空振りホームランの理論で自分の理想を追い求めて、まあ、薄い可能性を見て実らなければまあ脳天でいいやみたいな。ジャントは多分ここなるんで、まあまあ普通にイーシャンで取るか、3色3色だったら十分か。そうですね、123123123パワー1ジャントと。ピンフはいいや。あら、ピンフなってた。これは2差しじゃなくて123の手なんで、数層はちょっと裏目ってますね。普通にこのピンズの両面、マンズの両面捉えてれば転敗しています。まあ、そんな英語のを英語の初心者講座を見て、麻雀は知っていても英語の呼び方、そっちが分かんないですね。まあ当たり前か。日本の麻雀を説明するんだから当たり前ですね。まあそんなちょっと英語の動画も今勉強中といったお話でした。いつも一人麻雀シリーズも見ていただいてありがとうございます。また続けていきます。